数式を入力し、足し算をする方法です。数式を入力するセルを選択します。イコールを入力し、足したい数値が入力されたセルを選択後、記号のプラスを入力します。続けて、足したい数値が入力されたセルを選択します。数式に、足したい数値が入力されたセルが選択されました。 複数のセルを選択したい場合は同様の操作でセルを選択しプラスの入力を繰り返します。足したい数値が入力されたセルを選択し終わったら Enter ーキーを押します。計算式を入力し足し算ができました。セルをクリックして数式を確認してみましょう。数式を作成する際にはイコールを入れて作成します。 四則演算の記号はご覧の記号を使います。